え、だ、ミキコさん一人の犯行とも思えなくないか。拷問尋問までしていたんだろう。元とはいえ半グレ相手にキックボクシング万能説出てきちゃうよ。当時幹部だった人たち全員を殺さないと、あと何人いるんだろうか。その殺しが一旦終わるまで目をつむってやれないよね。ダメよね。うん、これ以上犯罪を犯させるわけにはいかないから、順ついてきてるか。お父さんと話をすることは、まあ、お父さんにも問題がありけりだな。うん、まあ、さすがに俺の息子ではないか。いるね。締め落としちゃいますか。やっぱ入れないよな。裏口見に行ってみるか。はい、裏口入学です。今日は純くん、まあ、昼間だしな、ついてきていいか。昨夜見た美希子さんの表情は脳裏にちらつくね。危機迫った感じ、にわかには信じがたいよな。でもあの状況もうかばいようがないもんな。こっちだ。裏口あること知らないのか、カムロ署は。俺は昨日の今日でこっから登っちゃうぞ。あ、知ってましたか。すいません。そりゃそうですよね。ダメだ、こっちにも警察が。どうすんだよ。どうしよう。仕方ねえ、こっそり忍び込むか。純、お前はここで待ってろ。もしバートの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、わかった。バートは、バートもミキコさん、スティールって言わないで。どうして。あ、やだやだ、見つかっちゃ。え、あ、やだやだやだ、いっぱいいる。ちょっと上に行けばいいの。バートの連中は何なの。いる。あ、いないばよしよしよし。バトーとグレンカイもなんか手組んでる。バトーはどっち側の人。こっち側ではないか。で、向こう側な感じもしなくもないか。ここ入れる。あ、昼間だから入れるようにはなってるんだ。お手洗い大丈夫。大丈夫だね。ここおっぱいパブじゃない。アップルパイじゃない、ここね。え、もう常連だから知ってる。常連なの、カイトーさん。ミキコさんに言ってやるんだから。はい、黙って上行きます。あ、やだ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 ね。びっくりしちゃった。何、何なの。どうしたらいいのこれ。警察官が2人、こっちは通れねえな。で、ビルの中からまた行くって。あ、結局アップルパイ合ってたんじゃない。合ってたっぽいわ。さすが、これが私のワイルドセンス。ここが私のアナザースカイ。アップルパイが、ちょっと黙っていくよ。はい、中から行けばいいってことっぽくない。あ、やだ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 、何、やだやだ、見てる。あの野郎が、あの野郎がよ。今だ。よし、賢いぞ。で、このまま上行っちゃっていいっぽいな。はいはいはい、どんどん行こう。うまいじゃん、スティールうまいじゃん。で、もう外出ちゃっていいよな。はいはいはい。やだ、嘘じゃん。入ってくるなんて聞いてないじゃん。ごめんなさい、カイトさん、やっちまって。まあ、警察にもやっちまわないか。入ってくるなら入ってくるって言っといてよ。ごめん、どっから、最初から。ちょっと今の誰のせい。あ、こっからなんだ、オッケー。はい、うん、最上階では警察が躊躇なく入ってくる。あ、じゃああれどうしたらいいの。あいつにもコイン投げて締め落とす。いや、警察に手を出すのは良くないであろう。ここにいるんでござるな。今行ける。よし、うまいでござろう。はい、で、上行くんで合ってんだよな。まあ、エレベーターで行けばいいのか。で、ここだよな、ここ。あ、いや、何、本当にいやらしくない。本当によ、覆面パトカーとかよく行ったもん。あ、でも外行くしかないよな、もうこれな。あいつ出た。で、俺もついていく。ついてていい、ついていく。あー、ナイス。こういうことだ。タイミングがただ悪かっただけだ。運が悪かったんだよ俺たちは。はい、え、あ、でいいのか。ね、屋上に、やだ、ポコポコいるパターンじゃない。どうしろっていうのよ。腰大丈夫。なんで行くっきゃないじゃん、ついて行くっきゃないじゃん。これ振り返んの、あいつ。
振り返られたら終わりじゃないこの一本道。行くっきゃないか。え、振り返る、あいつ振り返る。右右折する、右折するわ。はあ、まあ2人ぐらいか。 OK、 はい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 、もうついていけばいい、ついていけばいい。あいつが振り返ったら終わり。あ、ここ、あ、コインね、コイン。今かな、今かな、今なのかな。おいでおいで、ほら、白球であろう、白球であろう、警察官が。税金じゃ足りなかろ、今だ。うどう、あ、な、な、締め落とすんじゃないんだ。そりゃ警察を締め落とさないわ、ごめんしくった、好戦的に言っちゃった、ごめんそりゃ殴り倒さないよな。難易度をイージーに変更しません。やらせてください、ノーマルのままやらせてください。どっからですか？屋上からだと大変ありがたいんですが、そんな甘くなかったです。はい、屋上行きます。んだよ、そうだそうだ、コイン投げて来た瞬間に走り去るんだ、背後を。もうお金に目がくらんで背後おろそかにする警察、試したんだよな今はな。日本の警察はどれだけ優秀かっていうのを。はーい、慣れたもんだ。うん、エレベーター使わない方がいい、わかった、わかったよ。これ上登っちゃう、屋上に到着する。こっからが勝負、こっからが勝負だ。あそこピョンって飛べない、あっちまで飛べないよね。はいはい、ついていけばよし、ついていけばよし。でコイン投げて、どうだ、至近距離、ちょっと間隔空けて回答さ。さすがに、さすがに大きなお尻、大きなお尻をご覧ください、うん、なんだよあんた、病院にお世話になるの本編が初めてじゃなかったんだね。ターボには行ってないでしょ、私が行っちゃうからね。はい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 、ここで、ここで、え、もう今いいのかな。まあ行くしかないよな。はい、コイン投げます、投げます。で来ますね。で拾いに来て、もう行っていいのかな、行っていいのかな。バカだなこいつ、バカで助かったわ、助かったわ。で、で、で、あそこにも、はい、スティル隠れます。コインですか、またお金です、自腹です。え、大丈夫、後ろから来てない、早く行きなさいよあんた、欲しいんでしょ。よし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 、いけ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 、ゴー、オッケー。スティールはもうやめませんか。よっしゃ、火事のあったビルに忍び込めました。楽しませてくれるじゃないか、ポリスメン足崎系警備保障。ここか。うん、もう警察はいないんだね。ああ、亡くなったのは社長の足崎さんだけだったのかな。他の社員が亡くなってたらまた罪の重さが変わってくるだろう。派手に燃え落ちてんな。さて、なんか手がかりがありゃいいが、とりあえず手当たり次第に調べてみるか。警察さんは調べ終わった後なのかな。ふーん、なん、手がかりって何よ。あーってこと？バール。落ちているのはバールか？いや、これってバールだっけか？バールなのかバールのようなものなのか、区別できねえな。バールじゃない？バールかなんかなのかな？かなんかなのかな？バール。物騒なもん。まあ、警備会社だしね。ガソリンか灯油かみたいなことではないんだ。続けて足元気をつけてね。手がかり、目視では特にないっぽいかな。鼻、嗅覚もこんな炭の中じゃな、あんまり活躍しなそうでもないな。なんだなんだ、種火が、そこら中から焦げた匂いが漂ってるな。そうだよな。うん、ここもだろう。うん、経験値集めのために嗅いでくれよ、ごめんな。はい、ノーズはそうだよな、こんな場所じゃ役にも立てないよな。耳、あ、なんか聞こえるじゃない。もっと近づいた方がいいのかこれ。近づける近づけはしないわ。あ、近づけるか、あ、近づけるっぽい。奥に入れた、入れた。なんだなんだ。 PC、 パソコンがあるが、どっか壊れてんのか。ショートしてるみてえな音がするぞ。完全には壊れてない。いやでもさすがに無理だよな。確かパソコンのデータってハードディスクってのに記録されるんだよな。ハードディスク。無事かもしれねえし、それだけ回収してみるか。
はあ、賢いゴリラちゃん。どれがハードディスクかってわかるのすごくない？おー、焦げたハードディスク。つくもにね、つくもくんよね、こういう時はね、つくもにこいつを渡せば、なんとかしてくれねえかな。誰よりも便利や。なんとかしてくれそうな気配がする。ショートしてた、はい。まだなんか手がかりがあるっぽい。音は他にしないか？うわぁ、怖いなぁ。なんかあのドアからゾンビが入ってきそうな景観ではねえか？そんなことねえか。静かに。はい、わかった。怒られた。静かに。誰に口聞いてんのよ、あんた。あんたも。あー、でも昨晩のカイトさんかっこよかったなー。ターボーに教えてあげよう。トールちゃんにも自慢しよう。拳銃をものともせず好きな女をかばって、自らを犠牲にしたんだよって言ってあげるからね。別に見るとこなくない？なんかあんのかな。他に、書類とかもな、もう読めたもんじゃないだろう。ああ、なんだ、なんかあるじゃないか。こりゃダメだね。書類が燃えかすになっちまってる。一応調べてみるか。まあ一応ね。うん、ダメだ。燃え落ちちまって読めやしね。いやでもどうしてグレン会のことを、真帆ちゃんの事件調べていったら分かったのかな。うん、調べる。お箸、割り箸だ。よく燃えなかったもんだ。そうだな。事件の後ここで誰かご飯食べたわけでもないよな。そうだよな。この引き出し、中に何かあるかもしれねえが、歪んじまって開かねえな。どっかに開けられそうな道具でもねえか、バールだ、回答し。そういうことだろ？バールのような何かがさ、ここで役に立ってくんじゃない？なんかこじ開けた後もあったな。へいへい、このバール、引き出しを開けるのに使えるかもしれねえ。だから最初にバール、嘘でしょ？あんたかっこよすぎるよ。ゴリラちゃん、よし、持っていくか。はい、バールゲット。で、あのキャビネットこじ開けりゃいいですか？わかりました、回答し。なんかね、すでにこじ開けられた跡があるんでございますよね。うん、バール。あ、バール以外にもなんかありそう。使えるものが。よし、こいつなら開けられるだろう。試してみるか。他の方法もあったのか。バール以外。はい。はい、けー、てこの原理。昨日、ミキコさんも忍び込んで、ここをこじ開けようとしていたのかな？へいへい。タブレット？よっしゃ、うまくいったな。それじゃあ、調べさせてもらうとするか。かっきり下からのアングルもかっこいいぜ、マサハル。マサハルさんよ。タブレットか？なんか情報があるかもしれねえ。開けるか？あー、ロックかかってるな。よし、パスワードを入力してみるか。1、2、あー、6桁？ 6 桁の番号だと？いや、なんかめんどくさがりな持ち主で、000じゃないかな。あー、違ったみたいだ。適当にやったんじゃ厳しいか。どこかにヒントはねえかな。ねえよ、燃え済みだよ。ヒント？番号？燃えてないところに番号か。ああ、入り口付近で燃やしたんだな。なんだ、まだ燃えてんのかと思った。びっくりした。燃えてないよね。何これ、チカチカして。あ、水が垂れてんだ。リアルな描写。そうだよな、燃えてるなぐらい。火事跡、匂いはやっぱダメか。この作業服？臭い？このあたり、なんか醤油みたいな匂いがするな。この服のポケットからか？あー、一番せんべい。笑顔が一番、一番成果。私が社長です。嘘です。中にせんべいを入れてたのか。道理で匂いがするはずだ。ん？他にもなんか入ってるな。こりゃメモ帳か？413625、413625、せい、413625、これだろう。なんだこの数字。とりあえず机の上に置いておくか。413625なんじゃないか？なんか聞こえる？だよな、一番正解ありがとうございますだね。はい、入力してみよう。手帳に書いといてもらって助かって。41、なんだっけ、忘れちゃった、ごめん。記憶力ゴミ。413625。 はい、
記憶力ひよこちゃんだからさ、4136アニーゴマ簡単だな。よし、開いたぞ天才ゴリラちゃん。これは読める？ああ真ん中にいるのはあの剣持ちって野郎だよな、シューちゃん。女の肩抱いちゃってシューちゃん。ファイル名はサークルリゾームの仲間と青髪。西尾くんはいないのか？サークルリゾームね。女の子が迷惑そうにしてるし、クラブで女の子でもナンパしたって感じか？うわ、怖え。怖すぎる苦手なタイプの人種。ウェイウェイサークル。ああ、コカレロとか飲むんでしょ、どうせ。ん？こいつら、どこかで見覚えが。殺された幹部たちだ。そうだろ？ちょっとよくわかんないけど。西色、いや。いや、じゃあ、シューちゃんもミキコさんのターゲットの一人ってこと。結局は。この真ん中に映ってんの、マホちゃんじゃないよね。さすがにね。さすがに？これなんじゃないか？被害者リスト。お、そうだ。白樺さんからもらった被害者リストの連中が、この写真に揃ってんな。写ってるメンバーのうち4人がすでに殺害されてるみてえだな。ああ。グレン会の青髪の野郎が、殺されているのはグレン会を立ち上げた先輩とか言っていたが。リゾームってのは大学のサークルかなんか？グレン会と何の関係が、そのサークル活動が派生して半グレ集団になって？はあ、はあ。なんかそんな事件実際にもあったな。もしかしてこいつらが卒業後グレン会を立ち上げたとか？だとすると殺されてる連中は元リゾームのメンバーかつグレン会立ち上げメンバーってことになる。シューちゃんはその一人と。ほうほうほう、まだなんか手がかりあるんすか？自分、うん、ティッシュよく燃えなかったね。鍵、この鍵は特になし。あ、なんかあるじゃん、カード。シューちゃんのだ。これは、あの剣持ちって半グレの名刺だな。カムロ町で不動産屋やってるらしい。いやーな髪型してね。シューちゃんの名刺。不動産なるへそ、これがラストですか？もういいでしょう。調査完了。例の連続殺人犯に次に狙われる可能性のある人物のうち、手がかりがあるのは剣持ちだけか。剣持の事務所の場所なら名刺を見りゃわかるし、張り込みに行ってみるか。ミキコさんが来るかもっつって、剣持くんの用心棒もしてやる？そんな義理はないよな。でも止めないとな、ミキコのことを。お、お、やだ。何やってんだ。ちょっと。この子は、ジジイ殺しだな。大手。あ、強いんだ。え、そんなはずは。本当だ。よえーな。署内の大会で優勝したって言うから期待したのに。カムロ所超え。将棋クラブとか入ってんの？別に教わったわけじゃないし、ま、生まれ持った才能ってやつだね、この子は。おい、あ、カイトのおっさん。何やってんだ。誰が遊んでろって言った？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。お、お、わかった。振り返ったら将棋指してんの。いいな。おまわりも遊んでていいのか？やっぱカムロ署は税金泥棒だよ。そうだ、その前に、そうだね、つくもにハードディスクの件相談してみるか。持つべきものは恵比寿屋とつくも市。はい、何でしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが不可能ではありませんね。最高だぜ。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。お安いご用です。海藤さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。かくかくしかじかで元カノが連続殺人なんだ。なるほど。
ハングレグレン会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。海藤さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、うん、すぐに送っていただけますか。仕事が早い。届き次第解析してみましょう。おう、わかった。頼むぜ。いや、早いね。すぐ送ってくれた。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ。そうだな、アンパンと牛乳だ。嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。もうお父さんのとこ帰った方がいいんじゃない？行こうか。はい、剣持不動産はどこにあったんだ。ふーん、いやらしい場所にあるじゃないの。行きましょう。はいはいはい。いや、剣持、剣持くんと再生あるかな。ありそうじゃないか。純くんのメンタルケアも必要だよな。お母さん生きていた。そのお母さんが大事件を起こしてるって、それは揺さぶられてるよね、絶対ね。全然東に会えてないんだけどさ、シャルルにいたら東と会える仕様だったりしない？ああそうだよね、シャルル思い出スポットではあるよね。はい、調べる。そういや、多少ボクシングをかじってるからって意気がってる組員が東をいじめてたことがあったな。いじめられっ子東。目上だからっておとなしくしている東の代わりに俺がボコボコにしてやったな。兄貴、東との思い出ありがとう。根性掴みがアンロックされました。うん、はい、強くなってまた俺が守ってあげるからな。東君忙しいかな。また大阪に行っちゃってんのか。おい、やってるか。東君いないのかよ。おい、東を出せ、東を出せって言ってんだ。いるじゃねえか。ああ、いるなら、なんだ、タバコふかしている暇があったら兄貴に会いに来い。なんだ、兄貴に煙吹きかけて、いじめられっ子です。我らのいじめられっ子ですよ。おい、話せるんだ。はい。よ、東。お。あれ、海藤の兄貴。その子誰です？隠し子。シャルルで騒いでたってガキがいただろ。こいつがそうだ。あ、報告遅れまして、そうなんです。ああ、この子が例の。なんで兄貴がそのガキとつるんでるんですよ。焼き餅だ。まあいろいろあってな。東が構ってくれないから。こいつの母ちゃんを探してる。俺は少年とつるんでいる。ミキコだ。ミキコだ。え、それじゃあこの子ミキコさんの。ああ、で調査の結果、ミキコが生きてたことが分かってな。そうですか、よかったです。爽やか。ふーん、なるほど。この人が東くんか。マジ？母ちゃんの日記にも書かれてたぜ。なんて？まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。え？ミキコさんがそんなことを。あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。赤裸々に。な、東、今度ミキコと再会したら、店長として立派にやってる姿を見せて、見返してやれ。もちろんです、兄貴。お、ヤクザ向いてないよ。あ、そうか、話に来てよかった。兄貴、俺に手伝えることがあったら、何でも言ってください。なんだその態度は。いや、こいつは俺の問題だ。俺だけで決着をつける。わかりました。ですが兄貴、終わったらいろいろと話してくださいよ。ああ、もちろんだ。ミキコと一緒に久々に昔話でもしようや。昔話が穏やかにできるかな。はい。ああ、よかった、東君に会いに来れるんだね。定期的に顔見ねばならんな。はい。まあ全ユーザーが思ってることだよな。東、おヤクザ向いてないよな、優しすぎるもんなって。やっぱね、海藤さんに話しかける言葉遣いだったりね、優しさが見える昔の東キュンがちらっと見えて嬉しいでございますね。はい。じゃあ向かいますか。剣持さんの事務所とやらによ。はい、参ります。普段はそうよね、矢上先生と行動してたからさ、犬猿の中矢上先生と、生きがってる東くんばっかり見ちゃったけど。
目はいい子なんですよ、店長やってさ。そんな忙しくなさそうだったけどね。もっと俺に会いに来る暇はないのか、東。寂しいじゃないか、東。